ゆうようくん、今日は対決です。何の対決をするか知ってるか？ああ、わからない。まあ言ってないもんな。今回ひでおくんの得意な道塗り対決をしていきたいと思います。そう、ペチ塗りタイマー。例えば、まあ、俺がこう、塗るじゃん。で、ひでおくんも塗ってもらって、でかいな。もうここで差が開いてる。でも、相手のインク食べてもいいから。で、このインクを、どこまで広げられるか、どっちが多くポイント塗れるか。うまいな、それ。ひでおくんうまいな。ちなみに、ひでおくんはペチ塗りめちゃくちゃうまいので、だよね。プロフェッショナルなんだよね。ペチ塗り界のプロ。フルチャージ。ナイス。じゃあ、ここから、始めたいと思います。いきますよ。位置について、よーい、スタート！よし。で、どっちが塗りポイントは3分間ペチペチして、早くいけるかですね。もう、ひでおくんが俺のインクに侵入してるから、俺も侵入します。こっちが全部食べちゃおう。あ、俺結構上手くなったかもしれない。ひで早いな。ひで早いな。ちょこちょこ練習してたんだけど、実は、こそこそ。ちょっと上手くなってる気が、するけど、上手すぎないかそれ。ちょっと、囲まれちゃったな、俺のピンクのインクが。いや、塗り広げろ。気のせい。気のせい。ちょっと待って。ちょっと待てよ。おい、やめろ！切れよ！切れよ！やめろ！やめろ！オッケーオッケー、まだいける。まだ参る。俺はまだペチペチできる。やばい。やばい。くるくる来てる来てる。やばいやだ。もうここ、入れなくなったインクの中に。ちょっと待って。インクの中潜れなくなった。おい、やめてくれ！やめてくれ！俺のピンク取らないでくれ！やめろ！ちょっと、やめろ！もう無理で塗れないぞ！もう切れをやめてくれ！ああ、最後、あはははは。もう、頑張っても塗れないんだけど、俺。これ。頑張っても塗れない。てか、どんだけそんな、塗り広げてんの？あと眺めてるだけなんだよ。ボロ負けしたわ。最後の縄張りバトルの、どっちが勝ったかなってのもできなかった。野球で言うとコールド負けみたいな。ボクシングで言うと KO 負けみたいな。もうダメだ。勝てねえ。勝てません。ひろくん、リベンジさせてください。お願いします。ちょっと強すぎる、ひろくん。もう一回戦わせて。もう一回。いいの、ありがとう。次こそちょっと、勝っていきたいですね。ひろ？ひろ、なんか俺のとこ近づいてきてないか。ちょっと。リベンジする相手に、それは、ひどくないか、今の。じゃあ、いくよ。位置について、よーい、スタート！毒出てきた。毒。ひでおくんから毒出てきた。ひでおくんが毒出てきた。でも、ギリ。今度こそ勝ちたい。リベンジだ、リベンジ。あ、毒！毒してる。ん、毒出てきた。いや、早い。ちょっと待って。いや、もう、さっきみたいな結果やりたくない。もうあんな不甲斐ない結果にはなりたくない。もうあんなのやだ。俺は粘るんだ。俺は粘る。毒出てるけど粘る。頑張れ。ああ。ああ、オッケー。まださっきより良くない？いい。やばい。わかった。逃げよう。
これ逃げよう。下の方に逃げていこう。焼却炉に、肥料から逃げよう。やばい。来てる。え、来てる。こっち、こっち逃げよう。やばい、追いつかれる、追いつかれる。追いつかれる。やばい、やばい。やばい、やばい。追いつかれる。逃げなきゃ。逃げなきゃ。ついてきてる。俺が乗ったのが、やばい、やばい、やばい。マジでやばい。やばい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 、あああああやられた。負けた。この勝負、ヒレオくんの勝ち。